電話を受けている、グローブス少将の隣で通話を傍受する、ファーレル。1945年、トーマス・フランシス・ファーレルは、アメリカ陸軍の軍人、レズリー・グローブスの副官であり、マンハッタイ計画を現場責任者として指揮した。最終階級は少将。1891年、ニューヨーク州のトロイにて、ジョン・ジョセフ・ファーレルとマーガレット・コノリー夫妻の息子として、生まれた。 1912年にレンセラー工科大学を卒業し、パナマ運河で1913年から1916年まで働いた。第一次世界大戦中には、フランスに派遣されたアメリカ欧州派遣軍の第一、工兵大隊に従軍し、主君十字書を得た。1926年に陸軍を除隊し、民間人としてニューヨーク州の公務員となった。 1941年2月に、当時大佐だったレズリー・グローブスの部下となり、ビルマコーロ建設などに従事。1945年1月、グローブスから副官に指名され、ロスアラモス国立研究所に移動。同年8月、トルーマン大統領から、ポール・ティベッツ基調への指令書を携えて、テニアン島に赴き、原子爆弾、ファットマンに、広人へ死愛を込めてと記した。 1945年8月30日、広島と長崎で原爆の影響を調査するために科学者のチームを引率した。9月6日、東京の帝国ホテルで連合国の海外、特派員向けに、広島、長崎では死ぬべきものは死んでしまい、9月上旬現在において原爆放射能のために苦しんでいるものは皆無だとする声明を出した。第二次世界大戦後、 少々に昇進し、1946年4月に現役を退いた。ありがとうございます。